はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、いつもでございます。それでは今回もこちらですね、やばい、急に名前忘れましたねシャンディーパートオブミーですね、やっていこうと思います。ね、前回はだいぶなんか終わりかなと思うようないい展開だったんですが、終わりを迎えず、なんかまた夢の繰り返しみたいな感じのニュアンスでね、先に進んでいますが、ああなるほど、これはこう、ん？あ、いけないんだね、いけないんだね、そらそうだよね、ちょっと待ってね、これはどうすんだ、こっち側いけないよね、あ、ちょっと待って、これをこうするとこの裏側が通れるんだ、でこうすんのか、で下がった状態でこれに乗っておいて、これをもう一回戻す、そうするとこっちに動ける、ちょっと待ってよ、いっそのことこっちに降りちゃった方がいい、でこうする、ちょっと待って、一回乗っとこうか、乗れねえ、乗れねえ、死んだちょっと待って、一回このまま戻してって、ちょっと待って、さらに戻していって、これも乗ったままだとどうなる？乗ったままだとどうなる？まあ、これで隠せちゃうのか。なるほどね。あれで隠せちゃうから、こうだね。あ、これでいいんだ。ここに来るつもりだったの？それとも迷子になったの？迷子になったわけではないと。いうことを言いたいのかな、どうなんだろう、迷子なんかじゃないわって書いてあるね、柱に。 You know what? いい、何か何かいい、このまま、行けるところまでとりあえず行っちゃおうか、なんかだいぶここ移動が長そうだね、よいしょ、あ、ここまっすぐ行くだけか、もしかしてぽいかもしれない、また下で見てる人がいるね、私を信じなきゃダメよ、私はあなたを助けなくてもいいのよ。だけどそれでも助けてあげる。どういう理由なんでしょう。なるほど。これで、あ、また待って。これで隠れる。ここだったら隠れてるかな。こうかな。はあ、危ない。ああ、そこ当たるんだ。そこ当たるから。そこ当たるから、この辺？この辺だったかな？あ、違うな。ちょっと待てよ。もう隠してる間に、こう。こう。で、この辺とか、こう。あらー、違うの。こう。OK。で、こう。難しい、これ。どこに行こうとしてるか分かっているのと、これをここまでだね、ちょっと待って、ちょっと待って、この子をこの裏にしとかないとまずいかな、で、こうで、こうどこでもいいから連れて行こうとしているの、何をしているのか分かっている、ああ、違う。結構これ忘れそうになるね。ちょっと待ってよ。これ、この辺。よいしょ。こうで、こうと。いやー、すっげー頭使うわ。オッケー、これで越せましたと。オッケー。追いついた。まだ先が見えてきたと。よいしょ。で、あ、ちょい、これ乗っといた方がいいかな、これで動かす、あら、ちょっと一旦これで、これは
これは通れないんだ。なんだろう、何をすればいいんだろう。ちんぷんかんぷんやで、ちんぷんかんぷんやがこの先もチェックポイントがあるということは、あそこを単独で解読しなきゃいけないってことだよね。何かあった？ボタンとかさ、なさそうだよね。ちょこういうこと？ちょっと待って、これちょっと待って、これさ、だっていけないんだよね。いけないんだな。また迷宮エリアで、そういうこと、そういうことなの、こういうこと。そんなわかるかい、なんてこったい。いやー、なるほど、なんか一回くっつけたと思ったんだけどな、気のせいだったんだな。あの箱をくっつけたらきっちり鍵が出来上がるってわけね。足元にあれね、ここは通れるっていう概念だったみたい。もしかしたら一個手前に置いてたのかもしれないな。そうだね、まだ結局出口を探し求めていったら何か大きな穴に落とされてしまってっていう感じだもんね。結局それには出会えていないということですよね。で、おお、これでこうして、こうして、でこうして、そうだね、あれがない間しか多分上がれないから。なるほど、ちょっと待てよ、下げておいてよっ、早く、あ、いけたわ。Failure is fine. よいしょ、よいしょ、早いかな、よいしょ。違うんですね、あれか、これをこうしてる間に、待って、安定を取ろう。これをこうして、で、こうすればいいと、そういうことですよね。You have no idea where you're going, do you? どこに行こうとしているか分かっていないんでしょと。あなたも結局分からないまま、ずっと分からないところを探索し続けているだけなんでしょと。出口を見つけるつもりなんてあるのと、そこまで言われちゃうとね。ひりえー、なんかこの辺大丈夫で、いける、いける、いける、オッケーオッケー、なんか囚われてるよ。で、ここは逆にこうだね、雷みたいな感じで光ってる間だけ通れるという感じか。で、そこ下降りちゃえばもう大丈夫だね。光ってる間に通って下降りちゃってチェックポイント、ここを降りてチェックポイントだ。私は成功したいの、どうしても、絶対に。私の勝利を邪魔して私に何も残してくれない、私の夢を。ちょっと分かんないわ。本当に恐怖と向き合わないといけないの。こっちは、よいしょ、こっちも進めていこうか。何が怖いの、何が怖いんでしょう。なんか雰囲気は怖いけどね、すでに。なんだこれ、なんかインディ・ジョーンズみたいなところ来た。光を恐れているような、それに何の意味がある。太陽の下で歩いたことはあるか、暖炉は落ち着かないか。うわぁ、なんだこりゃ、夢の中で道を知るためには明かりが必要じゃないか。うわぁ、なんか
すごいね、急に引きになってこういう感じの絵も撮ってくるんだね。家に帰りたいの。やっぱり家ではない。まあそれはそうなんだけど、それは家ではないんだけれども、Friends? 何かしらの理由で囚われてしまっているんだね。道を知るための明かりは、温まるための光、火は。でここで合流と。目を覚ますための太陽は、そうですね、太陽は人の体を起こすと言いますからね。わお、こいつは長えぜ。ちょっと待ってくれ想像の何倍か長いぜこのゲーム。まあちょっといいが、引き続きやっていこうか。そっか、第2幕だもんね今ので。これを競り上げることによってこの子が先に通れるわけだね。光がたくさん、いやー光から見てるじゃない。ちょっと待ってね、これはこれでいけるのかも。危ねー、そうだよな、あれ引っ込むよな、何も考えずに。ここには誰もいないわ。そうだよね、お家に帰りたいって言うけどさ、前にもここに来たことがあるの？誰が見てるの？ちょっと待って、一旦あれを隠そうか。そう、外の世界の方がさ、光は多いんじゃないの？と思ってしまうんですが、なるほど、ちょっと待ってね、先にこれを1個分ぐらいは動かせるのかな。1個分は動かせるから、これをやっておいて引き伸ばした上でさらに伸ばす。え、あ、なるほど、これでちょっと待ってね、一旦隠れるというかこっちにするよ。でこうすると、こういうこと？こういうことだ。うわー、なんてユニーク。ちょっと待って。違う。まず、こっちの子が、どうやって行けばいいの？待って、wait。戻ろうね。ちょっと待って。もう一回隠して、うん。いや、あ、ぶら。あー、ちょっと待って。あ、なるほど、戻れるようになってるんだ。戻れるようになっている？違う。戻れるようになっている。やばい。わけがわからん。今のところ絶賛わけがわからん。またか。やべえな。絶賛わけがわからねえな。ちょっと待ってよ。より前はないよね。待てよ。あー、いや待てよ。あー、違うんだ待てよ。こうして、これもしかしてだけど、ごめんね、俺が悪かったわ。ちょっと待って。で、違うんだわ。こうなんだわ。そもそもの考え方が間違ってたんだわ。こうだと、こっちからも、届かねえし。あ、やべ、ちょ。
俺が悪かったわ俺が悪かった、俺がもう全面的に悪いこういうことね。 OK です。よいしょよいしょ、 OK、 完璧、やっと進んだぜ、やっと進んだぜってところでいい感じになっちゃいそうかな、これ。そうだね、ちょっと変に長くするとちょっとまたね終わらなさそうな気がするので、ちょっと待って、これさ、ちょっと待ってちょっと待って、もう一個チェックポイントだけあるわああなるほどね、あなるほどね、多分これこうしてこうしてたよ、でこうすんじゃん、でこっちのこのこう、あらー、こう上に乗れると思う、あうんうん、これあれ乗れないのかな、よっよっ、はっはっはっ、あやったぜ、でっていう、あーオッケーオッケーオッケー、ちょっと待ってね、これでもまたもう一回、ちゃ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 、これは多分ジャンプができないからね、この子はジャンプができないから、これでこの子はこっちに行けるんだ。オッケー。あちゃ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 。よし。オッケー。チェックポイントすぐそこだったわ。よかった。はい、ということでね、今回の動画もここまでにしていこうかな。今回の動画ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。